バイバイ。総合戦闘技術評価演習はご苦労だった。それとよくやったな。ありがとうございます。本日より次の段階、戦術機操縦についての基礎を勉強する。白金、せっかく褒めたのに怒らせるな。数日間の座学の後はシミュレータールームで実際の操縦感覚を学ぶことになる。戦術機の操縦は早く身につけるに越したことはない。遅れていようがいまいが、時期が来れば訓練機は搬入されてくる。その時それに触れることも許されず、ただ地面から眺めているのが嫌なら、一日でも早く身につけろ。分かったな。はい。なんだ白羽根。何らかの理由で戦術機部隊が使用しない限り、ある程度は希望を叶えることができるだろう。だが分かっているな。勝手に使っていいということではないんだぞ。ありきるのはいいことだ。頑張れ。顔に締まりがないぞ、タケル。今までのおさらいの講義を駆け足で行う。何事も基本は大事だからな。はい。人類は第一次世界大戦以降、航空機を用いた空からの戦闘に重点を置いてきた。その方向性を決定的にしたのが1941年の日本連合艦隊の空母機動部隊による真珠湾奇襲攻撃だ。戦争の勝敗は制海権よりも制空権をいかに確保するかで決まる時代となったのだ。しかしそれからわずか20数年、人類とベータの接触でその時代は唐突に終わった。ベータの戦術や戦略は我々には全く理解できないものだった。ベータの戦力に航空戦力は皆無だ。物量に物を言わせた突撃戦法が主体である。人類は初戦から圧倒的な航空兵力を投入した。だが長距離ミサイルを含めて彼らには全く損害を与えられなかったのだ。なぜだ、鎧。ベータの保有している対空兵器のせいです。そうだ、とんでもない性能を持った対空兵器。いや、そもそも兵器なのかも疑わしいが、事実その驚異的な対空システムの前に航空機は時代遅れの兵器になってしまった。全高3メートルほどの小型のやつですら、380キロ離れた高度1万メートルの飛翔体を的確に捕捉し、30キロ以内の侵入を許さない。20メートルクラスのやつはさらに脅威だ。高度500メートルで低空侵入する飛翔体を約100キロ手前で撃墜してしまうほどの高出力レーザーを放つ。全高20メートル、高度500メートル、距離100キロ。この距離の関係が何を意味するのか。タマセ、遮蔽物がないと仮定した場合、20メートルのベータの発射口から水平線までが約17キロです。
高度500メートルにある物体が地球の丸みの影に隠れようとした場合、距離は最低100キロ必要です。これは気象条件などを考慮しない、あくまで理論値ですが。その通り。つまり水平線から顔を出した瞬間、装甲を持たない航空機は撃ち落とされてしまうということだ。しかも光学兵器である以上、回避はほぼ不可能。大気や気象条件による減衰も期待できない高出力。現時点で最も完成された対空迎撃システムだ。これによって歩幅飛行と超高高度を極超音速飛行できない航空機は最前線から駆逐されてしまったのだ。1968年、ベータの月面進行開始から数ヶ月後、そこで得られた戦闘記録をもとに 1G 環境での地上戦、すなわち地球上での対ベータ戦闘シミュレーションが始まった。その結果、在来兵器のほとんどが従来の人間と戦うための戦略戦術ではベータに対して有効ではないことが判明した。それに伴って、人類と異質の思考を持つ敵と戦うための総合的な戦略転換が迫られ、同時に数多くの対ベータ兵器の開発計画がスタートした。そのうちの一つ、宇宙開発用の大型 MMU を原型に開発されたアメリカ3軍の共同開発計画機 NCAFX がアメリカ国防省のトライアルを勝ち抜き、1974年、米軍に正式採用された。これが人類史上初の戦術歩行戦闘機 F4 ファントムというわけだ。帝国軍でも76年からライセンス生産開始、77年に F4J 激進の実戦配備が始まった。この機体は世界30カ国以上の軍隊に実戦配備され、派生機種も多い。主力機の座を F15 イーグルにとって代わられても、電子兵装や手機などの近代化が繰り返され、現在でも国連軍戦術機部隊の中核を成している。榊、戦術機の運用に最も適した局面は？はい、市街地や大規模地下系構造を持つ背部内部など、車輪や装機式の陸上兵器、あるいは戦闘ヘリなどの航空支援機では対処しきれない立体的な戦術を必要とする局面で使用されます。その通り。ところで、兵器の概念の一つに万能は無能であるという言葉がある。当然戦術機は万能ではない。詳細は後日に回すが、臨海部の敵拠点を通常兵器で攻略するケースを例にとって、簡単に戦術機の基本運用と兵器体系での位置を説明する。まず、海上に展開した戦艦部隊の一斉艦砲射撃と地上のマルス部隊による面制圧、これを反復。この段階では地上の敵の6割以上の掃討が目標だ。次に、敵対空ユニット殲滅を優先目的に戦術機、戦車を中心とした機甲部隊が戦域に突入、同時に攻撃ヘリ部隊による支援開始、最後に航空部隊による増援支援というわけだ。地上制圧後は敵地下施設への侵攻、これはさっきの説明にもあったように戦術機の独壇場だ。ミツルギ、激進をはじめとする60年代の戦術機の設計トレンドと80年代以降の設計トレンドの違いを簡潔に述べろ。敵の攻撃に対し、60年代機は重装甲化で対処、80年代機以降は機動性で対処するように設計されています。その通り。近年の技術革新や新素材の開発、主機の出力向上や小型化による機動性の向上によって、戦術機のフォルムとポジションは変化してきた。最近では戦闘ヘリに代わって戦術機がエアカバーを担当することが多くなったこともそれを裏付けている。このように航空機の戦術的なポジションにとって変わった戦術機だが、実戦部隊が配備された当時、パイロットの熟練度が大問題になった。なお、戦術機のパイロットは和訳で英士と呼ばれている。以後、和訳故障を用いるので混乱しないように、当初大幅な再編を求められ、職を失いかけた空軍のパイロットたちを英士として再教育したわけだが、これは
94年配備の不知以降の機体に採用され、それ以前の機体にも換装されている9人式戦術機管制ユニットだが、航空機のコックピットとはあらゆる面で全くかけ離れている。それまで影も形もなかった戦車と航空機の中間的な存在である人型兵器の操縦、戦術、運用、機動まであらゆる部分に要求される発想の転換についていけるものは少なかった。対ベータ戦の切り札、新概念の兵器である戦術機は、その必然性や設計開発思想がいかなるものであれ、現場の兵士を混乱させる兵器になってしまったわけだ。その当時、初陣の英士の戦場における平均生存時間がどのくらいか知っている者はいるか？白金、行ってみろ。8分だ。この事態は人類を驚愕させた。英士は最初から英士として育成されることが必要であるとして、専門の共同部隊と訓練隊の整備がさらに加速した。その影響は各国の義務教育課程のカリキュラムが変更されるなどの教育改革までに及んだのだ。その先人たちの膨大な犠牲のおかげで、貴様たちは洗練された英士教育を受けられるのだ。そのことは決して忘れるな。はい。戦術機のシミュレーターには非常に高度な技術が導入されており、実物の管制ユニットをそのまま使用している点からしても他の兵器のそれとは異なる。これは戦術機の特性をシミュレートするという必要性もさることながら、こうした歴史的背景も無関係ではない。いかに早く確実に英士を育成するかが現在においても戦況を直接左右する重大な要素なのだ。さて、戦術機は誕生から30数年、常にベータと直接対峙し戦ってきた。お前たちも戦術機を借り戦場に出る日が来る。では聞くが、その時生死の明暗を分けるものは何だと思うか？榊。はい。目的を遂行しようとする意志だと思います。三剣。はい、戦術機を使いこなす技術だと思います。玉瀬。はい、英士の精神的な強さだと思います。それは榊寄りの考えとして良いか？はい。あやみね。はい、優れた操縦技術だと思います。鎧。はい、英士の判断力だと思います。なぜだ？戦場では一瞬の判断が生死を分けるからです。特に戦術機の場合、自分の判断と戦術機の動きには時間的ロスがあるとも思えます。なるほど。では白金は？なるほど。榊、玉瀬、鎧、白金は英士の精神面を重要視し、三剣と綾峰は技術面を重視したか。面白いな。意地の悪い質問だったが、理念としてはどちらも正解だ。ただし客観的事実として、戦術機の操縦技術に劣るものは生還率が低い。帝国軍が行っている調査でも年々それは顕著である。すなわち訓練期間が十分に取れないことが影響を及ぼしていると言える。しかし、どのような状況でも優れた技術を持つ者は生まれるし生き残る。何が言いたいかわかるか？お前たちに与えられている訓練期間は短い。だから心して訓練にかかれ。生死の明暗はもうすでに分かれ始めているのを忘れるな。はい。精神力、根性、何でもいい、それらを最大限に駆使し、最高レベルの操縦技術を身につけろ。分かったか？はい。何はしゃいでるんだか。
それはそうだけど。タケルは感情表現が素直だな。鈴宮さんたちは3日目ぐらいからだったような気がするな。だから落ち着きなさいよ。バーグ。ロマンで戦術機が動いたら世話ないわ。明日は操縦系の説明だから真面目にやりなさい。まあまあ、タケルさん、早く食べないと残っちゃうよ。こんにちは。こんばんは。楽しいですか？より？いいえ。鳥がいいです。はい、バイバイ。あら、白金、ヤシロのところに来てたわけ？もう終わったの？じゃあちょっとこっちにも顔貸しなさい。奇妙な音が聞こえたわ。念願の戦術機が目の前だものね。
真面目にもなるか。もういいわ。で、総合戦闘技術評価演習を合格させてあげたのは誰？いい度胸してるわね。いいから来なさい。そうね、向こうの娯楽についてってのはどう？どの道逃げられないんだから同じよ。コーヒーぐらいは出してあげるから、つべこべ言わないで来なさい。